うん。スタックステーションが上にあるって書いてあるけど、ここから上は行けなさそうですけどね。ちょっとここ慎重に行きます。え？これ落ちたりしないよね？結構上の方にいるのか？あ、いるんじゃない？この中にいるのかもしれない。ベンチある？話するだけかな？やっぱ戦ったりする感じ。あ、こっからスタックステーション行けそう。エレベーターダメになってる。糸が絡まって。うわ、ベンチなしか。大変だな。250ある。はい。まあ一応駅開通させたから大丈夫ですよね。ベンチ壊れてるな、バキバキに。バキバキっていうかバキッと。そこら辺の表現どうでもいいだろうって話はあるけど。多分、インテリジェンスなね、会話するだけですよね。ウィットに富んだジョークとか飛ばしたりしちゃったりして、ただえ、何、議員たちがいるみたいな。座っていい？とりあえず。あ、やべやべやばいいてボコボコにされた。話してからにすればよかった。なんか友好的なやつらなのかなと思っちゃった。その音楽がてんてこぽんぽんてこぽんみたいな。うわ、ゾートさんの二の舞じゃん。ゾートさんもこんなことやってたけど、やばい、なんか近づいてくる。ってことはゾートさんもあそこまで行ったってことか。すげえじゃん。ドリームネイルでも発動してくれ。あれ、あ、でもなんか、あ、これ動いてるとなんかバシバシどしどし言ってるから動いた方がいいのかな。死んだんじゃねこれ。いや、むしろ死ぬことすら。あ、野獣の巣、ビースト殿にたどり着きました。攻撃ボタン押してなかった。ずーっとなんかガチャガチャやってて、一番先に押すような攻撃ボタンなんて。その下のやつ取りたいけど、どうなってるそこ。マップ、あ、マップはもうヘラーの仮面と重なってる。というよりさっきいたやつら、議員みたいな人たちと会話したかったな。先にベンチ座っちゃおうってなっちゃった。悲しい。どういう人たちだったのかも全然わかんない。ただタコ殴りにされた。このヘラーを信仰してる虫たちか。その可能性はあるけどな。ヘラーを神と崇めてる人たちなのかもしれない。またこいつか。しかし恐れることは何もない。結構なスピードで倒せる。よし、じゃあな。あれ、ダサ。さらば。そうだな、ドリームネイルでちょっと切ってみるっていう手はある。あ、でも切るのちょっと難しい。ちょっとタイミングが難しいんですよね、ドリームネイル。よっ、タイミング見計らって、よし、ここだ。食べる、いつとか時とかなんか言ってる。何かを食べたいのか。なんかヘラを祀ったようなこうオブジェクトが後ろにねたくさんありますよね。下はこれトゲってわけでもない。こっち側に進む、戻る道が開いたのか。でも一応その巣に来たから近くに来てるってことでいいのかな。そうとなればぐいぐい進むしかあるまい。結構スピーディーな動き、特に細かいところは気にせずに。ちょっと待って、そこでイモムシ出てこられたらちょっと気になる。
待って待ってってなる。わあ、あいつちょっとやらしいな。よっ、さらば。グレートスラッシュの攻撃範囲をなめるんじゃない。ちょっと上の方でもかすれば当たったことになる。強い。どこいる？はい、助けた。いいってことよ。よっ、また会いに行くね、そのうち。こいつね。よいしょ。あいった。うわ、もうゴリ押ししたいって気持ちになる。いや、こうハウリングレイスとか全然使ってないな、これとか。うまく使えたらかっこいいんだろうけど、どうしても刀だけで勝負してしまう。一応下も見てみるけれども、特に何かあるわけじゃなさそうですけどね。こいつダメージ2だからな、間違っても当たりたくない。よいしょ。よし、さらば。そっちは何があんのかな。おっと、ちょっと雰囲気の違うもんあるぞ。ここに重要設備なんじゃないか。重要設備なだけに、なんか壁に触れるとすぐ下にスッてやられる。スッスッて、なんだこれ。どういう仕組みだ。あ、これか。ほら、命を吹き込むドリームネイル。ドリームネイルはね、空中ではちょっと打てないんですよね。あ、ベンジフルスピリットまで打っちゃった。何やってるかわかんねえ。お、ここ入っていける。あ、ベンチだ、ありがたい、来てよかった。ん？でももうそこまで来てるぞ、本当に。え、さっきいた議員たちが死んでる。あれ？何だったんだ？こいつらも殺されたの？重要なポジションにいたんじゃないのか、こいつらは。はいはいはい。これ外出たらなんかあるかな？変わってたりする？ちょっと風景とかが。ベンチ壊されちゃってんだけど。そういうわけじゃなさそうだ。もう少し上の方行けましたもんね。生き返ってる？なわけはない。ただ仮面の位置は戻されてる。こうやって切って遊んでた仮面の位置がきっちりまた元に戻ってる怪奇現象はちょっと起きてます。上行くか。じゃあ、あ、お、寝てる普通に。ろうそく消しとこ。カチカチ。おお、何かに守られてる。さて話すか。ヘラーでしょ？うん、石の台座の上に眠っている人が横たわっている。え？あ、ドリームネイル来た。ドリーマーもドリームネイルからは逃れられないという話を聞いたぞ。ちゃんと覚えてます、それ。シアーから聞いた。会えた、ついに。え？殴っていいの？ドリームネイル話せた。うん、義務。お腹の子のための、子供たちのための。ふんふん。あれ？切るしかないのか。いいの？切っちゃって。なんか良くないことしてる感じなんだけど、すごく。こいつら自体はそれほどその力があるわけじゃないのか。戦闘的な。あ、フォーカスしろって書いてある。はい。あ、力吸ってる。どうなんのこれ。そんなドリーマーの力吸っちゃって、まばゆい光。痛い痛い、目が。壊れた、ついに。
あ、もうこのストーンエッグっていうのがそのいわゆるというかずっと前から出てる封印なんだ、きっと。倒れてる。なんか新しい能力手に入った？え？多分ほとんど神様と似たような力を持ってる人の力を吸いって何も起こらないってのはそんなもんですかね。そんなもんか。あー、とりあえず一つつ封印を解除したってことでいいのかな。多分いいんでしょうね。はい。で、思うにヘラーだと思います。巣の中にいたのはヘラー。なんか娘がヘラーってことになりますね。まあ、多分そのエリアに行けば誰が誰かなんか分かるようにはなってるんじゃないかな。あとはルーリンとモノモンですけど、おそらくそうなってるはずだ、きっと。何に食らってんだ、ダメージを。さて、一応ここでの大仕事は終わらせたつもりなんですけど、こっからどうするかな。スタックステーション使って帰ってもよかったけど、どうしよう。まだ見てないとこあるんですよね、あそこの。どうだろう、ベンチの左下のね、ところ少しだけ空間があるから、あそこちょっと見て帰りたいけど、帰るの遠そうだな。やっぱスタックステーションで一回帰った方が早いか、これ。いや、どうかな。何にせよこれディープレスト広いんだよな。ちょっとあの探索しきれてないところは見たいかなと思ってます。はい、移動しますか、頑張って。じゃあちょっと戻るか、じゃなくって、この上の雲のマークがあるところ行ってなかったですよね。いや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 、そこ無視すんのとかっていう風に思ってた方がいるかもしれませんけれども、大丈夫です。ちゃんとどうにか思い出すことが、思い出すっていうか気づくことができました。そうかそうか、この上無視してた、そういえば。本当によっと、あれと思って、あそこ行った、いや行ってないわっていうね、話です。うわ、いて、なんかちょっとボスっぽいマークはついてますけどね、どうなんだろう。あ、タイミング悪っ。ちゃんと視界取ってから見た方が良さそうでしたね、今のところは。よしよしじゃない、食らってる。でもソウルがマックスまであるから一応大丈夫ですけども。うわ、多分ここあんまりストーリーと関係ないところかもしれない。よいしょ。なんで下手くそになったの。こういうのまだ普通にできてたじゃんって話ですけど。よし、いけた。まあなんかちょっと壁がねツルツルする素材だったのかなってことにしとこう。うわ、そういう風にも飛ばせんのか、えらいなこいつ。その下のやつは倒しておきたい。よっと、ソウル集めがてらですけれども、よっ。その壁に張り付いてるやつちょっとだけ面倒だな。こいつは超弱い。ソウルを運んできてくれると言っても過言ではない。トゲには気をつけた方がいい。うわーっていうか、こっからか。あれ？あ、大丈夫か。うん、はい。だからあの雲のマークが何かな。まあ、何かはありそうですよね。よし、いいぞ。ここは本当なんていうか、ずーっとですけど暗い雰囲気が続くから、グリーンパスとかファンガルウェイスとかの方が楽しかったな。あ、誰かキャラがいるんだ。おっと、またなんか絵か何か描いてる人がいる。もしかしてネイルマスターの人ですか。違う、マスクメーカー、マスクを作ってるんだ。はい、うん、それはマスク、仮面なのか、それともあの生物の顔なのか。ハローネストではそれをね見分けるのっていうのが難しいことなんだっ
っていう風に話してますね。え、それだけ？うん、顔を持ってるっていうことはすごく素晴らしいことなんだ。で、それは我々みんなに与えられるものではないんだぞって言ってますけど、この人何？顔のない王国のために私がその顔を与えなくてはとかって言ってますけど、カラマート、カラマート何この人、何かに、何をどっかでその割れた仮面とかでも手に入るのかな。お、その割れた仮面は珍しいなみたいな、修復してやろう的な話の流れとかがどっかにできんのか。せっかく来たもののちょっとよく分かんなかったな。グレートスラッシュ強それは間違いない。凄まじいスキルを教えてもらったよ。なんかそのまた何かマスターした人なのかなと思った。帰ろ この上の部分ですね、上行って左に行くスペースのところをチェックしたらダークネストは攻略っていうことでいいかな。この左手の方に何かありそうなんだけど、壁に張り付いてるこいつなかなか厄介ではある。あ、すぐたどり着いたぞ一応よ。もしかして暗いところだった、ここも。あ、多分そうかな。さて、ちょっと静かなところに来たけど、この植物のね、光とかがちょっとその幻想的というかファンタジックな雰囲気を出してますよね。あれ、これあの人なんか仮面割れてないどうした。あー、もしかしてあれか、戦う感じかな。うん、ガリアンっていう人ですね。で、私と同じような戦士がこんなところにいるのかっていうふうに尋ねてて、その私はこのね、悪臭のするその忘れられた穴蔵で生き延びるために、十分な勇気と十分な強さを持ってるのは自分だけだっていうふうに思ってたよっていうふうに言ってますね。だからこんなところまで生き延びてね、人が来たことに驚いてるみたいです。うん、私の名前はガリアン、ハローネストで最も強い戦士だ。で、このまあひどい恐ろしいね場所には、その自分の力を試すために来た。で、そのお前も同じように、ここにその自分の力を試したくて来たんだろなっていうふうに、言ってますね。そう、だから俺とお前はこの俺たちの前に、まあ、くたばってる死んでしまってるこの惨めなねやつとは、全く違うレアな種族、珍しい種族なんだ。で、この世界はその弱いやつらには優しくないっていうふうに思うって言ってますけど、その今僕たちの前にこう死んでるのはこのガリアンさんじゃないのかな死んでると思ってないのかな。それじゃあ戦おうか。その愉快なね戦いの中で俺たちの力を試そうじゃないかっていう風に話してるんで、戦う流れですよね。わかりました。ウォーリアードリーム、戦士の夢と戦うことで、うん、そのエッセンスを手に入れる機会があるってことですね。え、どれ、何、すげえ回ってる。あー、
そんな感じ、バウンドしてるんだ。あぶ、あぶれ、ね。